のはいい距離感にも見えましたけれども、福岡浅野縦いった、浅野縦いった、陸に倒してしまいました。これはファウルです。もう一度作り直します。浅野、浅野巻いてきた、落としたところ左足振り抜きました。浅野雄也、中にキム・ゴンヒ入っている。浅野切り裂いてクロス、金子の左足だ。先制点は札幌、5試合ぶりのゴールで札幌先制しました。中村東也、裏に抜ける浅野、かわしてここでシュート、フラッグは上がってきた。さらに浅野、このトップ下の位置に位置しています。サイドを変えて、ここに福森がいる。ワンタッチでトゥチッチ、札幌に来て持って中央へ、うまくゴールサイドの局面から、まあ、一気にこうサイド変えましたけどね。中2人、浅野切り返し浮かせてファーサイド、キムゴンヒ、浅野持ち込んでシュート、わずかに左。宮澤、浅野、うまい、見えています。おー、すごい。青木切り返してつくのは山田ですが、面白いですね。ふわっと浅野のヘディング、決まった。すぐさま札幌勝ち越し。浅野得意の裏抜け、強いヘディング、キム・ゴンヒ。金森は今日が福岡の選手としてデイリーグ230試合目です。奪いましたね。浅野を狙った、ね、ループを狙った、戻るか、決まった、スーパー、衝撃的なゴールを決めました。奪われたこと、見事な得点だ。浅野スピードがある、サイド回りますよ。お前が前に、左に青木、自ら青木にターン付けて菅も追いません。いいタイミング、そこを使う、ルーカスから浅野、見事な崩し、追加点2対0。これはすごいですね。リーグ戦3試合ぶり、今シーズン3得点目、浅野雄也。新田回り込んでいく、左足で浅野、こぼれたボール決めた。おっと、足を井上ボニフェイスが取られたところ、浅野が狙った、入った、札幌追いついた。ラーラのクロスター、菅浮かなかった、中に送ってシュート。